ジョービン・ジョーンズはトリニダード・トバゴ出身の同国代表サッカー選手。インテル・マイアミ CF 所属。ポジションは DF。母国トリニダード・トバゴの W コネクション FC でプロキャリアをスタート。2009年に17歳でトップチームデビューを果たすと2013から14シーズンには TT プロリーグと FA トロフィーの2冠を達成した。 2014年に W コネクションで4シーズン目を迎えた後、9月からシーズン終了までの契約で、フィンランドの HJK ヘルシンキにレンタル移籍した。2014年12月、MLS のシカゴファイアー FC に移籍。2016年1月、MLS スーパードラフトの指名権金銭とのトレードでシアトルサウンダーズ FC に移籍。2017年7月、 2018年1月付けでに、ブンデスリーガの SV ラルムシュタット98に移籍することが発表された。2019年5月7日、フルス、シアトルサウンダーズ FC に復帰。2021年3月11日、インテルマイアミ CF に移籍した。2010年9月に19歳で、トリニダード・トバゴ代表デビューを果たした。以来、 コンカカーフゴールドカップに3度出場している。2015年7月のゴールドカップ、グアテマラ代表で代表初ゴールを決めた。シアトルサウンダーズ FC。ありがとうございます。